はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、モヒートです。はい、もうちぎっちゃったんですけど、これが、なんだっけ、スペアミントか。スペアミントの苗を買ったんです。200円でね。イオンに売ってたんで、買いました。それを、潰して、ライムジュースと、そして、角砂糖、まあ、砂糖ですね。砂糖を加えまして、すりつぶします。ちょっと順序が逆になったんですけど、これね、ライムジュースと、ミントの葉っぱと、砂糖を入れて、混ぜ、潰して、氷を入れる。らしいですね。そして、ラム酒を。45ml。まあ、今回はダークラムを使いますが、まあ、大体多分ホワイトラムなんだろうな。一般的にはね。一般的には多分ホワイトラムを使う。はずです。そしてこれグラス、ホッピーグラスですね。ホッピーグラス、ちょっと分かりづらいと思います。買いました。400円だったかで、酒屋に売ってたんで。ここにね、下にこの2個星がついてるんですけど、普通に作りたい時はこの一番下のとこまで焼酎を入れて、あとはホッピーを1本注ぐ。一本注ぐと出来上がりで、濃いめに作りたいときはこの上のやつに、焼酎を上のところまで注いで、あとしょ、あの、ホッピーを一本入れると出来上がりっていう。結構画期的な感じになってます。そしてソーダ水を加えまーす。これで、一応出来上がり。すごい。香りが、すごい、ミントの香りがしますね。あれ、どこ行った？佐藤さんどこ行った？佐藤溶けたかな？あ、あったあった。佐藤ちょっと、溶かしとかね。まあ、佐藤結構入れた方がいいらしいですよね。わかんないけど。適当に入れときましょう。角砂糖。まあでも、角砂糖じゃなくて、てか砂糖じゃなくて、シロップの方が、すぐ溶けるからいいんじゃないですかね。ほんじゃ、乾杯。結構あれだわ。酸っぱい。ライムジュース入ってるから。酸っぱくて、やっぱこれはあれだな。多分シロップを加えた方がいいね。結構この
葉っぱが。すごい。香りがね。やっぱミントの香りが。すごいしますけど。でも、そこまで、口の中にミントのブワーっとこのメンソール感っていうのはないですね。うん。もうほとんどライムの味しかしないですね。ぶっちゃけ。まあ、シロップを加えてたとしたら、これにまあ甘さが加わるんで、うん。まあいいはいいと思うけど。あとラム酒の でもミントの葉っぱが結構口の中に入ってくるんで、それでそのミントを噛んでミントの香りがね来るなっていうのがありますけど、でもそこまで、なんか夏に作る。と爽快なカクテルみたいな。そんな感じではない。そこまで爽快感はないですね。うん。そしてセブンスターのメンソールを。ここで。このタバコのメンソール感の方が強いですね。はっきり言って。うん。まあ、ミントはね、一般的にスペアミントと、あと、何ミント？スペアミントと、まあ確か2種類ぐらいあるのね、一般的にね。でも、スペアミントの方が強烈らしいんですけど。うん。一般的には。うん。ミントっていう感じのミントらしいです。まあだから俺はスペアミントを選んだんです。確かにこうやって、これを鼻にこう、ってやって、嗅いで香る匂いは、まあ確かに、あるはあるんですけどね。まあすりこぎ棒で潰して、で、その時の匂いはすごかったんですけど。うん。実際カクテルにしてみると、やっぱだいぶ薄まっちゃう感じですかね。うん。
それとも薄めすぎたか。まあ、それはないと思う。炭酸水の入れすぎってことでもないと思うけどな。まあ、でもミントを入れるカクテルっていうのはなかなか、こう、口の中にミントが入ってきて、まあそれを食べながら、まあ食べながらっていうのはちょっとおかしいかもしれないですけど、俺が勝手に食ってるだけですけどね。これ本来は食わないかもしれないし、でもだいぶ口の中入ってくるからな。すりつぶしすぎたのかもしれないし。うん。で、肝心の砂糖が。多分あんま溶けてないな、これ。砂糖でやっぱり、砂糖もすりつぶしとかないと、溶けない。ではないか。うん。あんまりね。やっぱり。それが悪かった。だから皆さん作るときは、ライムとレモンジュース、じゃあ、ライムとミントの葉っぱと、砂糖を入れてすりつぶす。俺の場合、砂糖入れる前に氷を入れちゃったんで、すりつぶしてから氷入れて、あ、砂糖入れ忘れたって。そうですね。これに甘さが加われば確かに、まあ、美味しい。かな、ただ甘さが加わってないと、ただのライムジュースみたいになってるね。ほとんどね。ほとんどただの、ライムの味がする、だけみたいな。そこだな。で、この、ミントの葉っぱのこの苗なんですけど、苗からちょっと一本ブチってもいで、来たんですけど、もう苗はね、そこいらへんのね、川辺じゃねえや、田んぼの土手あたりに植えてきました。なんか、まあ植えておくと、結構増えるらしいんで。まあ増えたら、もしくは、まあ多分、イオン行けば売ってるはずなんで。でもね、俺種が欲しかったんですけどね。ミントの種が欲しかったんですけど、どこ行っても売ってないですね。ミントの種は。苗すらまともに売ってない。まず売ってない。イオンに売ってたのが奇跡的だったんです、ね。まあ、もう一回ちょっと作ってみて。ちょっと今回失敗ですね。うん。まあ、シロップ使えば問題ないですね。今度はやっぱ砂糖よりかシロップだな。うん。シロップ使った方がいいわ。うん。といってもシロップがないんです。
白くないからあれか、コンビニのあれ、セブンイレブンの、あそこからパグってこようか。あそこに置かれてっからね、コーヒーのやつ。あそこからパグってこよう。シロップってほとんど使わないですよね。実際。まあ、買ってもいいけど、100均で買ってもいいけど。ああ、そんな使わないんだもんな、シロップな。ほとんど使わないっていうか、何も使わない。だって砂糖もこれ、全然使ってないもん。角砂糖。これ大体買ったのはあれですよ。あの、コーヒー用に買ったんですけど、俺よくよく考えたらコーヒーに全然砂糖入れて飲まないんで、全然残ってるパターン。普通にブラックしか飲まない。コーヒーに砂糖入れるとまずくなるんですよ。まずくなるっていうか、まずい。気持ち悪かった。まあでも、関係ないですけど、このホッピーグラス。ジョッキか、これは。ホッピージョッキ。これは、あの、ホッピー大好きなんで。ね。これはありがたい。買ったけど。これは重宝します。めちゃくちゃ砂糖残ってんだけど。やっぱ溶けきれてねえな、これな。今日も暑い。うん。まあ。これは。これはもう。いや、多分ね、四つ星だと思うよ、これは。これにちょっと甘さが加われば、うん。うまいなっていう感じはするんだけど、とりあえず今のところは三つ星ですね。三つ星。まあでもまあ四つ星になると思います。うん。また今度ちょっと作り直してみます。まあ皆さんは忘れないようにということで、シロップを使った方がいいです。砂糖よか砂糖の、うん、シュガーシロップを、ね、使った方がいいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。